演舞開演。どうも、本日はこちら、もち太郎というお菓子を食べてみたいと思います。なんだろう、これ後ろから書いてあるのはどう見ても桃太郎、いや金太郎なんだろう。そして前にもいろんな昔話のキャラクターが書いてました。確かに昔話の主人公で太郎っていうイメージありますけど、わざわざ持ってこなくてもな。中身はこんな感じですね。こんな感じの断面になってます。これ割ると絶対こぼれるので、もう一気にいきますね。ではシンプルゆえに美味しいですね。味はいわゆる揚げせんの味ですね。米、お米のちょっと醤油の香ばしい香りが口の中に噛んだ瞬間に広がりました。ただそれ以外に特に特筆すべき点はないので、純粋にそうしたものを楽しみたい方向けと言いますね。ちょっとひとひどり欲しいという方には物足りないかもしれません。なのでこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。